ゴーカーチャンネル。はい、今回はちょっと取り上げるのが遅くなって申し訳なかったんですが、ホンダのベゼルの2世代目の試乗です。まず今乗っているのは EHEV というこのベゼルの販売の中心になる、モデルに乗ることにしました。グレードは Z という、グレードの車でございます。で、まあもうベゼル取り上げるのが遅かったのでもうご存知の方も多いかもしれませんが、まあ先代のモデルからそうでしたけれども、フィットをベースに、まあ SUV、 今人気の SUV にした車なんですけれども、まあ今回のこのベゼルは先代のベゼルに比べて随分デザインの印象なんかは、雰囲気が違って、全く別の車になったかなというような印象さえします。ただ、計測編とかでも申し上げた通り、やはり、この車パッケージングが面白いんですよね。もうホンダも長く使っているセンタータンクレイアウト、ちょうどこの前席の下のあたりに燃料タンクを置くことで、後席の、スペースをうまくユーティリティを使えるようにするというようなところが特徴なわけです。で、まあこのベゼルで、やっぱり相変わらずいいなと思うのは、こう中に座った時のインテリアの印象がやはりプレミアム感がありますよね。こういうところもソフトパッドでできていますし、こういうドアのところなんかも、ソフトパッドでできていて、まあいろいろこういうコンパクトな SUV って、国産車でも、競合相手たくさんありますけれども、それらの車と比べてもなかなかこの車のインテリアの質感の高さっていうのは魅力的に感じる部分だなというふうに思いますね。で、今乗ってるのは EHEV で、2モーター方式のハイブリッドシステムを持ったものなんですが、フィットとまあ同じというふうに思ったら実はそうではありませんで、基本的にはもちろん構造なんかは同じなんですが、チューニングが違うようです。こちらのベゼルの方がよりハイパワーに、振ったシステムになっているのが特徴なんだそうであります。で、まあこう乗ってみるとやっぱりこの最近流行りの SUV 人気で、まあ着座点が高いですから、乗り降りしやすい、見晴らしが良くて運転しやすいというのはやっぱりいいところですし、この車の場合は随分、ボンネットもこう見える形状になってますから、先端位置が見にくいなというようなことがないのも、これは魅力的に感じる方多いんじゃないですかね。幅に関してはもう1790ありますから、もうかなりの幅があるなとは思うんですけれども、思ったよりかはなかなかこれは車両感覚はつかみやすいというふうに思うんじゃないですかね。で、まあこの EHEV のシステムに関してはもうフィットでもいろいろ言いましたし、私が個人的に家でステップワゴンにも乗ってるもんですから、この EHEV のですね、こう先進的な運転フィーリングとあと運転の楽しさっていうのはやっぱり感じられますよね。で、この車の場合は 1.5 リッターのエンジンなんですけれども、やっぱりそのホンダの EHEV の特徴は電気モーターの、出力トルクが大きくて、だいたい130馬力ぐらいのパワー、トルクも250ニュートンメートルぐらいの、トルクを出すと、さらにそれにエンジンが組み合わされるわけですから、それはもう全然十分な走りができます。今はこのエネルギーモニターを見ると、エンジンで駆動をしながら発電もしているというような状態です。この時にはやっぱりエンジンの音聞こえてきますね。で、今日は先ほど大雨が降っていたもんですから、道路はもうびしょびしょで、この水を跳ねる音なんかの方が大きいかなという気はします。
でこのメーターのレイアウトなんかもこうちょっとフィットなんかは変わったわりかし小さい液晶メーターを使って分かりやすくしてましたが、このベゼルに関しては右側が普通のスピードメーターで、左側がエネルギーメーターに今なってますけれども、これは液晶になってますからいろんな内容に切り替えられるんですね。でまあそれはもうご自分がお好みのメーターに変えられるというのは、まあこれはオデッセイとか他の車でもこういうタイプになってましたから、まあそういうホンダの一つの特徴になっているというふうに言えるかもしれません。真ん中に速度のデジタル表示が大きくあるというのは非常に分かりやすくていいところかなというふうに思います。でこのステアリングを握ったこの革の質感なんかも、もう本当にね、最近はもういいもの触ってるような感じがするのもすごくいいですし、もう随分贅沢な感じになってきてるなというのは改めて思うところです。今エンジンがまたかかってましたけれども、やはりかかるときにはエンジンの音が聞こえるので、あ、今エンジンかかってるなっていうのはわかるんですが、それに、なんか振動が加わるかというとそんな振動はほぼ感じませんので、そのあたりのチューニングはやっぱりもう非常によくできてますよね。すごくいいところだと思います。でこれ今普通の D レンジにしてるんですが、これを B というレンジにすると、回生を強くすることができます。でこれはもうどちらかというとあのホンダ E とかに近い感じで、この B レンジにしておくと、ブレーキペダルをほぼ使わずに乗れるような走り方ができるようになっています。でこの回生の強さも今4段で変えられるんですが、緩めることもできますので、それはもうお好みで切り替えることができます。ですから B レ D レンジにして減速セレクターでより弱いから強いに切り替える方法、逆に B レンジにしておいて一番強いところから逆に弱くしていくというような乗り方ができると、その2つの方法が選べるというのはなかなか面白いし、今までのホンダの EHV とややちょっと考え方が変わってきたのかなと、考え方が変わってきたというよりも新しい考え方をプラスしたというふうに思えばいいですかね。そんなところも面白いところだと思います。でもう EHV の車は本当にいかにこうエンジン、電気モーターだけで走ろうかと考えて乗るのが楽しくて、アクセルの踏み方を非常に穏やかにしたり、もう緩い下り坂の時なんかはもうアクセルペダルを離した方がすぐエンジン止まりますから、そういう風にしてですね乗るのが燃費にはすごく向いていると思います。まあこの流れている時で一番気になる音はやっぱりロードノイズですけれども、意外にエンジンを回した時はエンジンの音も聞こえますね。もうちょっとまあ今オーディオつけてないからっていうのもあるんですが、今モーターだけです。今エンジンかかったんですが、ややエンジンの音が、エンジンが回るとエンジンの音がちょっと聞こえるかなというような気がしますね。もう少しより静かだともっといいかなという感じはしなくもありません。そうですね、やっぱりちょっと加速の時なんかは思いのほかエンジン音が聞こえるような感じがします。ステアリングの軽さなんかはもう本当に どなたが扱うにも扱いやすいような軽さになっていますね。これぐらいの勾配のところはもう発進のところである程度早い段階でエンジンがかかりますね。で今回のこのベゼルはここにドライブモードのスイッチがありまして、イーコン、ノーマル、スポーツという風にチョイスができるようになっています。で、前はなんかその、イーコンのスイッチは別にあって、というのがちょっとよくわからないなという風な話をしたことがあったんですが、今回はもう明らかにイーコンかノーマルかスポーツかというのが選べるのは、わかりやすくていいですね。一回ちょっとスポーツにしてみましょうか。スポーツだとどんな感じなのかが、ちょっと見てみたいなと思います。あ、スポーツモードにすると減速セレクターがもう2になるんですね。だからわりかしそのガソリンエンジンと同じように低いギアで走るようなテイストにしようと、減速力を大きくしようというようなテイストになってるわけですね。
で、これがちょっと面白いのは、ちょっとアクセル強く踏みますが、今分かりましたかね。実はこの車はまあそのハイブリッドの車なんですけれども、まるでステップ AT のようなエンジン音の変わり方がします。今ちょっとスポーツだったので割と高回転まで回したんですが、今ノーマルにしました。で、今のようにこれは明らかに前の私の乗ってるステップワゴンとかとは違うんですね。今までの EHEV はどちらかというとずっとこうエンジンを回すとある一定のエンジン回転でぐーっとこう高鳴ってですね、あまりそれはいいとは思えなかったんですが、今回のはこうリニアな感じの音の、まあ、演出をしているというような感じがして、そのあたりはなかなかいいですね。なんとなくこう、まあ、従来風といえば従来の車風というところなのかもしれませんが、なんとなくこう人間の感性にマッチしたような、エンジン音の立て方、をしているというのは一つ面白いなというふうに思いましたね。で、今はこれまたノーマルモードに、直しました。でもノーマルモードですと随分十分な、走り味という、ような感じだと思います。